代三冠チャンピオン誕生。あの高天日東京ドームで敗れて以来半年ぶり183日ぶりに三冠のベルトを手にしました。ベルトをそしてエースの座をしっかりと再びその支柱に収めました。三沢光晴、時代取りを狙った小橋、その猛攻をはねのけて43分29秒両肘のエルボー、左肘そして右肘連発エルボーで三沢がホールを奪いました。小橋はご覧の表情、もちろん意識はないでしょう。一方勝った三沢も立ち上がることはできるんでありましょうか。三沢自身4回目の三冠ベルト、開花になりました。第20代の三冠チャンピオン誕生。